本番いきます。よーい。カメラ OK、音声 OK、役者 OK、よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。はい、どい、そい、て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 い。人間用ではなく、犬用です。相棒ナビがですね、よくよくおしっこを漏らすんですよ。それを放置して約2、3ヶ月、ついに動きます。こいつをつけることによって、おしっこが部屋に散らばらない、魔法のようなパンツです。いや、パンツじゃない、おむつです。実はですね、いきなりこれを買ったわけではなく、1800円をドブに捨てるようなものなので、まずはですね、キャンドゥでこういう小さいものを買ってみました。サイズがですね、トイプードルを見ますと、SSS サイズと書かれています。なぜ M サイズを買ったかというと、実際につけてみると、使えないということが判明しました。まあ、300円出費しました。これはまあ練習環境として。で、今回、こちらの本番ですね。粗相に安心。もう粗相しすぎ。まあ一番いいのはしつけをするっていうんですけども、なかなか難しいんですよね。まあ過去にですね、まあいろいろやったんですけども、おしっこをする場所を擬似的に作ると言われてます。こちらですね。ここにおしっこをかけるという手で、まあ開発されたこういうものが。約3000円ぐらいですかね。ちょっと自分には、ナビには難しいようでしたね。こちらが、今回の問題の仕事があるときは朝に1回帰ってきてから1回で寝る前に1回外に連れて、まあ、散歩がてらおしっこさせていますが、それでも漏らす。さらにですね、土曜日曜に関してはまあできる限り行くようにしてるのですが、まあ、編集してたら結構集中しちゃうんですよね。あーって言って、毎回ですね濡れティッシュ除菌用を拭く羽目になります。このやっぱ作業一連の流れ、やはり匂いもするし床も汚れる、時間もやっぱ無駄なんですよね。というわけでそれを解決したいがために買ってきました。まずは、着用してみたいと思います。こいつにね。はい、というわけで開封してみたいと思います。こちらが犬用のおむつです。なんかめっちゃおしゃれ。さあ、果たして、なんかこれでかいぞ。これでかいぞ。さっきの見たやつ見たら、サイズがなんか、とりあえずつけてみます。お腹に、つけるタイプです。これ、さっきテープをすごい探したんですけども、この線がテープ素材なので、こう合わせながら、きつきつにするか、ちょっと余裕を持たせるかによって、つけれるそうですね。で、これをこうすれば、はい。これくらいサイズがあればかなり効果が出るのではないでしょうか。まあ、ちょうどこの服とこれがなんかいい感じで合っているので、今後おしっこを拭く必要がなくなるとしばらく様子を見ていきたいと思います。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。とりあえず、これから、外出する予定があるので、普段はですね、ペットケージに、ナビを、ハウスという形で入れているのですが、今回はですねあえて、出していきたいと思います。おしっこ、あ、こっちも、うわ、ちょい、でーん。最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。監督でした。漏らしちゃった。はい、というわけでですね、おむつ効果なし。とりあえず濡れてません。今後もですね、40枚以上あるので、使っていきたいと思います。